皆様、こんにちは。内閣官房町人仕事創生本部事務局の四竹と申します。それでは、本日のデータ分析セミナーを始めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日ですけれども、このセミナーはですね、リーサス等の普及促進やですね、データの利活用の推進につながることを目的に、月に1回程度開催しておるセミナーでございます。で、今回は、価値総研、株式会社価値総合研究所の主任研究員の山崎清様に、地域経済循環図でお金の流れを見える化しようというテーマでお話しいただきます。山崎様のご専門はですね、応用都市経済モデルによる大都市研究政策でございまして、リーサスのメニューの一つでありますですね、地域経済循環図であったりですとか、環境省の地域経済循環分析自動作成ツール、それから経済波及効果分析ツールの開発に携われた方でございます。リーサス地域経済循環マップの普及促進及び地域経済循環構造の分析にかかる調査であったりですとか、地域経済の循環分析調査、各市町村のものでございますけれども、こちらなど多数の実績をお持ちである方でございます。後半にですね、質疑応答の時間を設けさせていただきますが、Q&A でですね、質問は随時受けさせていただきますので、お気軽にご質問いただければと思います。それでは早速ではございますが、山崎様、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんばんは。ただいま紹介いただきました、価値総合研究所の山崎と申します。よろしくお願いいたします。ちょっと画面を共有させていただきます。皆さん、見えておりますでしょうか。見えております。よろしくお願いいたしはまい。す。では始めさせていただきます。今日はですね、地域経済循環図でお金の流れを見える化しようということで、私、日本政策投資銀行グループ価値総合研究所の山崎がご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。早速ですが、あれ？こうか。最初に地域経済循環の考え方でございます。皆さん、この3スライド目の、図ですね、これは見ていただいていると思いますが、地域の循環構造でございます。で、これはご案内の通りで、まず地域の経済を3つにカテゴリーに分かれております。1つは生産分配、これは企業が稼ぐ力ですね。それから分配というのは、真ん中の分配ですけども、これは地域の住民の方々が得られる所得というものでございます。そしてこの得られた所得をどう使うかということでございますが、これが支出でございます。ですので、生産販売で稼いで、分配で所得が得られて、その所得をどう使うか、消費とか投資とかどう使うかというのが支出になってきます。で、その住民の方々が支出すると、それに向けて企業が生産をしていくと、販売をしていくという構造、これが循環構造でございます。で、ここにありますように、地域の経済の難しさというのは、所得の流出入が途中の段階であるというところでございます。この辺の難しさについて、これから説明させていただきます。で、4スライド目のこれですが、上のところにありますように、地域経済のさまざまな分野での疑問というのがあります。我々、地域経済政策をやっていると、いろんなことを聞かれます。で、最初に、丸1にここにございますが、コンビナートや、製鉄所、発電所ですね、そういった工業地帯が繁栄しているにもかかわらず、地域の住民の方々の所得が低いのはなぜだろうと。それから観光地において、観光振興は成功しているんですけど、観光客もたくさん来ているんですけど、住民の方の所得が上がらないのはなぜなのかと。それから企業誘致に、丸三で、企業誘致に成功しているんですけども、住民の方の所得が上がらないのはなぜかと。それから4番目として、これもよくあるんですけども、過疎地をはじめ、人口規模の小さいところで、補助金、交付金がたくさんこう入ってきてますと。で、住民の所得が高いにもかかわらず、地域経済の生産力が上がっていかないのはなぜなのか。
それから再エネを導入すると本当にいいのかという話が言われます。で、こういうのが良くならないというのは何でなのかというと、地域経済が循環型構造になっていない。で、住民の方の所得は向上していかないということになります。ですから地方創生の根本の議論として、全国津々浦々まで所得を行き渡らせて、地域の住民の所得を向上させる、この黄色の部分ですね、これが根本の議論としてできているところとできていないところがあるというところになります。で、この一番下にありますけれども、地域経済の構造をですね、循環構造に再構築する必要性というのがあります。これ地方創生も同じですけども、まず地域の稼ぐ力と所得を循環させること、外から地域をお金を稼いでそれを中で循環させると、そうすることによって地域の経済を再構築していこうと。で、そのためには地域の資源を十分に活用していこうと。地域の資源と言っているのは人材や資金や資源、自然原材料ですね、こういったものを使って地域間で補完し合うと、地域間で交易をしていくということなんですけど、そういうことをしていきながら自立分散型の経済構造にしていこうということでございます。で、こういった今地方創生がいろいろこう始まってきてからいろいろ出てきておりますが、地方創生ですね、いろんな効果があるないとか言われている時がありますが、我々が見ているところ地方創生というのはかなり、効果があったというふうに見ています。で、この図は、左上の図を見ていただきますと、これバブル崩壊後ですね、好景気だった、小泉改革、水色のここですけども、小泉改革の時期、それから、この赤いところがアベノミクスの時期ですね、こういったところで同じように経済成長を順調にしているんですけども、実は経済の成長の仕方が、だいぶ違うというところが出てきます。で、この小泉改革の頃というのは、国土の格差ですね、格差がどんどん広まっていったと、効率のいいところはどんどん上がっていったんですけど、効率の悪いところはどんどん下がっていくと。一方でアベノミクスの場合は、全国津々浦々までこう上がっていったというのがあります。それが言えるのがこの左下の図でございまして、水色の棒が、小泉改革の頃ですね。で、赤い棒がアベノミクスの頃と。で、水色のところっていうのは既に関東とか東海とかその辺だけが水色で突出していると。で、一方でアベノミクスの頃っていうのは全国で同じように、まあ、ちょっと違うんですけど、大体上がっていってるというところです。で、このように同じ全国では大体同じぐらいの成長なんですけども、地域間では全然違う構造になっているというところです。それから成長の要因を見ていっても、上が小泉改革、これ左下のところですけど、この小泉改革の時、アベノミクスの時ですね。で、一目瞭然でアベノミクスの時はこの赤い斜線の部分ですね、民間設備投資がかなり、押し上げていると。で、これは地域金融機関が活躍したというのもありますが、地域の設備投資がかなり増えていって、それが経済を押し上げる。一方で小泉改革というのはこの、水色の部分、消費とか、緑色のところの輸出ですね、そういったところで、好調になっていったと。そうすると当然ですけども、消費とか輸出とかになると大都市圏がどんどん強くなっていくと。投資というのは次の期の生産に結びつくものなので、アベノミクスの時は全体が上がっていく構造がうまくできていったというのがあります。で、これからこのような成長をさらに、まあ、コロナが明けた後ですけども続けていくためにも、この地域経済循環構造を作っていかないといけないと、さらに強化していかないといけないということがあります。この地域経済の循環構造なんですけど、まあ、簡単に示すとこの6スライドのような構造になります。住民の所得向上までのメカニズムということでございますが、これ青い丸数字があります。これ丸1のところは
地域の稼ぐ力ですね。企業がまず所得を稼ぎます。で、稼いでいきます。それから、丸2のところ。外から所得は流入させますと。まあ、所得を、お金を、獲得してくるってことですね。獲得してきますと。で、それから、丸3で所得の流出部分っていうのはあるんですけど、まあ、こういうのがあって、流出入が、稼ぐ力、流出入があって、循環をさせることで、地域の住民の方の所得に届いていくというところです。で、この黄色のところに、丸5のところに、黄色のところにありますが、地方創生の最終的な成果というのは、住民の方々の所得が上がること、上がっていくこと、ここに結びつけることが重要ですと。ですので、企業の稼ぐ力が強いだけだと、ただ単に地方創生で必要条件だ。住民の方まで行き届いて、初めて必要十分条件になっていくというところでございます。で、その、所得を上げていくためには、まあ、これ簡単に示すと、この黄色の丸数字の順でなっていくかと思います。で、一つは、丸1で稼ぐ力が、まあ、企業の収益がアップして、稼ぐ力をアップさせると。で、所得の流入を拡大させると。水色の部分ですね。で、丸3として所得の流出を抑えていくと。で、最終的に住民の方の所得を上げていくと。まあ、これが、ポイントになってきます。で、この下に書いてございますように、稼ぐ力の構造、向上、所得の流入をさせることで、住民の方の所得につなげていくと。所得向上につなげていくこと。これが重要になってきます。まあ、簡単に申し上げますと、このような構造で強くしていくということです。流入を多くして、稼ぐ力を強めて、それで、住民の方の所得をアップさせると。流出を最小限に抑えながらやっていくというところでございます。で、これが、循環構造のエッセンスでございまして、次に、循環図の、長官したものを見ていただきます。この地域経済循環構造とは、この9スライド目にありますように、地域の稼ぐ力プラス所得の循環、この2つで構成されます。で、先ほど申し上げましたように、左下の生産分、販売、これは企業が稼ぐ力。そして、その所得が家計に分配されると。それから、支出で消費投資を稼いだ所得をどう使うかというのが出てきます。で、この時に先ほど申し上げましたように、所得の流出入があります。オレンジの矢印が所得の流出、青の矢印が所得の流入。これは地域経済特有の話でございまして、企業は行政界を意識して行動はしていませんと。まあ、通勤とか通学も同じです。そうすると所得の流出入が起こっていって、所得の歪み、分配の歪みが起こってくると。これで地域の経済が、浮き沈みというのが出てくる可能性というのがあると。必ずしも稼ぐ力だけで決まるわけではないということになります。で、例えば、丸1の生産販売、ここで100億円稼いだときに、分配で50億円しかなかった場合、っていうときは、オレンジと青の矢印で合計で50億円外に流出しているということになります。で、この右側の視点2のところを見ていただくと、消費が漏れる。で、これは消費が漏れるというのは、オレンジというのは、まあ、外のショッピングセンター、地域外のショッピングセンターに買い物に行くとか、そういったこと。それから青で入ってくるというのは観光客が入ってくるとか、そういうことがあります。で、視点3で投資の流出入、経常収支の流出入というのがあります。まあ、こういった流出入全体を捉えて、稼ぐ力と流出入全体を捉えて、この右上にありますように、最終的な成果として、一人当たりの所得というのが出てくるというところです。この一人当たり所得を高めるためには、じゃあどういう構造にすればいいかということを考えていくと。で、まずは、この生産販売、稼ぐ力をどうするかということを、説明します。で、11スライドでございますが、ここにありますように、地域の稼ぐ力を高めるためにはどうするかということですが、
大原則として上にありますように括弧1、左上の括弧1ですね、得意な部分で所得を稼ぐ、それから真ん中で域内で取引を拡大させる、循環させるということですね。それから3番目で不得意な部分は他の地域にお任せするということが重要になります。で、この原則で考えていくと丸数字のところになっていきますが、まず丸1ですね。で、得意なことで稼いでっていう左の矢印があります。それから不得意な部分は外にお任せすると。ですので得意な部分で、移出させると、外からお金を稼ぐと、そして不得意な部分はお金を払うと、外にですね、そういうことをやって、交易を活発化させると。で、この地域経済循環構造というのはかなり閉鎖経済というふうに誤解される場合がありますが、閉鎖経済では全くなくてオープンエコノミーでございます。開放型でございまして、こういった交易を活発化させるということが一つポイントになります。で、次に丸2でございますが、このピンク色のところがございます。このピンク色で、得意な産業を中心として域内でお金を循環させると、要するに得意な産業が括弧1でありますと。で、得意な産業に群がって、クラスター化しましょうと。クラスターという言葉は最近は良くない言葉ですが、以前は産業クラスターという言葉があって、産業集積の話になっています。こうやって産業を集積させましょう、そういうことで地域の稼ぐ力っていうのは上がってきます。それから3番目として地域の取引の核になる産業ですね、核になる産業を上げてあげると、そうすると全体が上がってくると。で、丸4で設備投資を増やしましょうというのがあります。こういったことで稼ぐ力というのが上がっていくというところでございます。で、先ほど申し上げましたように地域経済循環構造というのは稼ぐ力と所得の循環であります。で、次に循環のことを、見ていただきますと、この13スライドでございます。で、我々全国各地のですね、地域経済の分析をしています。そうすると大体、大きくですね、分類できてきます。いいところ、悪いところ、パターン化されます。で、悪循環についてちょっとご説明しますと、右上のところ、これは素材系の装置産業とかの企業城下町ですね。で、良くない構造があります。それは何かというと、生産販売では稼ぐ力があります。ただそれが稼いだお金が、このオレンジ色の矢印でございますが、企業の本社、東京の本社とかに送られていくと、送金されてしまうと。そうすると地域の住民の方の所得は低いまんまということになります。そうすると企業が稼いでも稼いでも住民の方の所得っていうのは上がっていかなくて、大都市圏にお金がどんどん送金されていく。これを我々経済植民地って呼んだりもしますけど、こういうこともあり得る。で、これは悪い構造の一つですね。企業城下町全部が悪いって言ってるわけではなくて、こういう悪くなっちゃう場合もありますということです。それから次に右下のところですが、観光ですね。観光もあるあるです。で、観光客が来てかなりにぎわってるところ。にぎわってるんですけど、っていうのは、この消費で流入してきますと。観光消費で流入してきます。流入してくるんですけども、そこで消費する、食品、それからお土産品ですね。そういったものを地域の外で作っていると、すぐ外に漏れていってしまうと。この赤いバツついてるところですね。投資とか、経常収支のところで、お土産品の、を購入して、それを売るとなると、ここで出ていってしまうと。ですから観光収入で入ってきてもすぐ出ていく構造で、地域の生産販売や分配にはつながっていかないというところです。それからもう一つ、人口規模の小さいところで生産販売の稼ぐ力が小さいところ、この左下のようにですね。で、そういったところには、交付税交付金とか補助金とかそういった
財政移転のお金がたくさん入ってきます。青い矢印です。入ってくるんですけど、それが入ってきて分配は大きくなります。で、住民の所得も高くなります、稼いでる以上に。ただその時に使い道として消費や投資、経常収支のところで外で使ってしまうと、そうすると自分たちの生産には戻ってこないと。ですので、この分配のところに青い矢印が入ってくるんですけど、この青い矢印で入ってきたお金が自分の地域の生産に結びつかないということです。まあ、こういったことがあると、地域経済っていうのはお金をもらってももらっても、経済は発達していかないということになっていきます。まあ、こういったことが循環構造の悪循環構造でありまして、まあ、ちょっと実際にどういうことがあるかというのを見ていただきますと、15スライドです。で、これは、コンビナートのとこですが、これもよくある構造なんですけど、例えばこれ生産販売が左下にあります。で、左下にありますように1712市町村中113位になっています。ただ右上の分配に行くと、住民の方の所得というのは1449位ということになっています。ですので、稼いだ所得が住民の所得に届いていないと。これ何かというと、分配のところの左上のところで、GDP の 23% ぐらいが流出していると。で、生産販売で 2.1 兆円稼いでいて、分配で 1.6 兆円。ですので5000億円ぐらい外に漏れている、本社に送られていっていると。そうすると住民の方の所得は上がっていかないということになってきます。で、その次の発電所、発電所があるところですね。そういったところも同じような構造があります。で、ここは生産販売で1523億円稼いでいるんですけど、分配では580億円しか来ません。で、GDP の半分以上ですね、外に漏れていく構造になっていきます。まあ、外に送金されていくということですね。というのが出てきます。で、一方、この17スライドでございますが、これはそれなりにいい構造だと。で、同じような、これは輸送機器、まあ、自動車工場があるところですけども、本社は東京にあるんですけども、これは地域の中でうまく循環されているというところです。で、地域の稼ぐ力というのは1712市町村中156位と。で、住民の方の所得というのは1712市町村中453位となっています。で、これは何かと言いますと、自動車工場があるところでは、地場の企業ですね、自動車以外の自動車の部品になるような鉄鋼やガラス、金属、電気、まあ、こういったところの電気機械ですけども、こういった産業が地域にあって、地域の地場産業になっていると。まあ、こういう地域の企業が頑張れば頑張るほど、住民の方の所得というのは上がっていくと、漏れていかないということになっていきます。まあ、ここが、地域で、地域の企業が頑張ること、地域の企業を応援していくということが、地域の住民の方の所得のアップにつながっていくと。稼ぐ力だけではなくて、地域の企業が稼いでいくことで、循環していくということになっていきます。で、この地域経済循環分析で分かることっていうのがありますが、まず一つは、一番目にあります、経済の、地域経済のですね、長所と短所。こういったことが分かるようになること。それから、2番目として、まあ、環境政策とか地域づくりの政策が、の経済効果を把握できること。まあ、この2つが大きなポイントになっていきます。で、次に、地域経済対策の考え方です。で、この対策の考え方のヒントということで、ここでは書かせていただきます。
まずですね、ここか、施策に地域経済効果ですが、まずこれ事業をやっていくときにですね、左上の事業計画というのがあったとしますと。でその時に、これ事業計画 PL ですねがあったとします。でその時に、コストがここに書いてあります。燃料費とか人件費とか原価償却とかいろいろ書いてありますが、この時に、緑の矢印というのは外に漏れていく所得費用ですね。それから、このパープルというか黒のやつっていうのは地域に落ちるお金ですから、企業が経営していくときに外に発注するお金と中に発注するお金というものでございます。で当然中に発注、地域の中に発注すると地域の経済が潤っていきますと。で外に出すことによって外が潤っていくわけでございまして、地域の住民の方の所得を上げようと思えばもちろん地域でやった方がいいということになっていきます。で、次でございますが、これが今の構造でございますが、例えばこの左右で事業 A と事業 B がございます。で20億円の売上、両方とも20億円の売上だったとしますと。で事業 A という左側の方は所得の流出が12億円で、それから、右側が所得の流出が4億円というふうになってくると、右側の方は16億円の地域にお金が落ちると。で左側はこれ5億円って書いてありますけど違いますね、8億円ですね。20億円のうちの12億円が外に出ていくので8億円が、地域に落ちていくと。まあ、そうすると同じ20億円でも地域に落ちるお金ってのは全然違ってくるということがあります。で皆さんこれご存知かもしれませんが、22スライドの東京都の本社機能ですね、本社に毎年、地方からどのくらいお金が入ってくるかっていうことですが、大体この右側にありますように20兆円の所得が入ってきてます。ですからこれは東京の本社だけなので、横浜本社、大阪本社、それから名古屋本社っていうのがあったとすると、大都市圏にこういった所得が、かなりの額が流入してきてると。東京だけで20兆円ですから、まあ、こんだけのお金が入ってきてます。でこれは地方からお金が送られてきているというところになってきます。で次に需要サイドの方で見ていくと、この左側のですねチェーン店と地元商店の違いっていうのがあります。これ左側のところですが、この数字は何を示しているかというと、100万円売り上げた時に地域にどれだけお金が落ちてますかということです。で大体これチェーン店だとサービス業の場合 40%、 100万円のうちの40万地域に落ちますと。一方で地元商店だと76万円落ちてくると。そうすると売上がチェーン店の6割ぐらいだとして、地元とかですね、それで大体地域経済に落ちるお金はトントンになっていくと、まあ、こういう計算になっていくわけです。でこれは何かというと、地元商店っていうのは当然地元の卸売業を使って、で地元の生産者をで生産したものを売っていると、まあ、そうすると地元の経済にこれだけの貢献してくると。一方チェーン店の場合はオールジャパンの卸を使って、オールジャパンの生産者の中でやっていくと。そうすると地元では40万しか落ちませんということです。でもう一個、製造業の場合ですけども、これ、真ん中が先端技術を持った企業の工場ですね。それから右側が、地場産業です。で同じように500億円の売上です。ただ先端企業の場合はもちろん先端なので資本集約型の産業になっていきます。そうすると雇用は600人、それから、下請けも少ないと。一方で地場産業の、
労働集約型の製造業って言ったらいけないんですけど、まあそういったとこだと6000人、まあ雇用 10倍ですね。で、関連産業もたくさんあると。要するに、これがワークシェアリングになっていくということになってきます。で、オールジャパンで見ていくと、先端工場っていうのは600人で500億円稼げると。ですので、効率的な生産をしているということも言えます。ただ、地域に落ちるお金というのは少ないですというところです。まあ、この辺の効率性と分配面っていうのを、公平性っていうのをちゃんと見ていく必要がありますねというところです。地域経済を作るときには。それから、コンパクトシティと生産性、消費の増大という関係でございますが、この地域経済循環構造の、都市構造というのはコンパクトシティが想定されています。で、コンパクトシティっていうのは、当然のことながら左側のところを見ていただきますと、コンパクトシティにした方が、三次産業の生産性というのは高くなっていきますと。それから、公共交通を骨格としたコンパクトシティの場合には、公共交通で買い物に来た方が、これ、緑の棒が公共交通で来た場合の街の滞留時間ですね。で、赤が自動車で来た場合です。で、自動車で来た場合には用事が来て、用事だけ済ましてすぐ帰ってくると。で、公共交通の場合は、病院に行った後、買い物もしよう、娯楽もしよう、お茶もしようと。いう話になってきて、街で滞留時間が長くなります。そうすると一番右にありますように、この滞留時間が長くなると小売りの販売額というのは当然高くなります。まあ、こういったことがあります。まあ、こういったことも重要になってくると、地域経済では。それから、これから我が国がサービス産業化、サービス経済のサービス産業化に進んでいくわけですが、この時にこのサービス業の生産性というのをちょっと見てみます。で、これは三次産業の生産性を見ています。で、左側のこの黄色にある、黄色の金融、情報通信、卸、それから公務とか、業務支援、それから教育。まあ、こういったところが生産性。一人当たりの金融でいけば1500万円。従業者1人当たり1500万円の労働生産性を持っています。ですから単純に、GDP が1540万円上げられてますということです。一方で一番右側の宿泊飲食というのは360万円です。ですので1人当たり360万円の稼ぎということは金融のだいたい4分の1とかそういったことになっていきます。で、小売業も460万円。で、保健衛生、医療福祉も500万円程度になっていきます。まあ、こういった違いが出てきます。で、これよく言われるのが、この左から3番目の卸売業ですね。卸売小売、卸小売って言われますが、これはまた全く違う機能になってきます。で、この卸というのは、まあ、地域の、専門商社が主になっていきます。この専門商社が強いところというのは、卸売業が強いところというのは、地域経済が強いところになっていきます。で、まあ、名古屋、大阪、福岡、まあ、こういったところも強いです。それから、東大阪市もそうだと思う、東大阪もそうなんです、だと思いますが、こういった製造業、中小企業の製造業が強いところというのは、卸が強いというところが出てきます。で、この卸というのは、要するに、こう、問屋なんですけども、要するに、この地域の経済を企画立案していると。新しい商品を生み出したり、企業と企業を結びつけたり、まあ、そういった機能が、をしています。で、それは、地域の金融機関とも同じような機能になっていきます。まあ、こういった機能をちゃんと町で持っていると、地域の経済っていうのは、市場メカニズムの中で強くなっていくというところです。一方で、左側にあるような病院、小売り、宿泊、その他サービス。まあ、こういったところっていうのは小さいので、先ほどのコンパクトシティの時のように、街の滞留時間を長くして、それで
ここにありますように病院に来て買い物をして娯楽をやって飲食をして1回のトリップで 4個の行動をすると、まあ、そういうことで消費っていうのを増やしていくと、で生産性を上げていくと、まあ、これがポイントになってきます。そのためにもコンパクトシティっていうのが重要な論点になっていくというところです。ここまでが、地域経済の循環の概略の説明です。でここからは、地域経済循環分析の分析ツールについて説明させていただきます。でこれはまず自動分析2つツールがありまして、自動分析ツールっていうのと経済波及効果ツール、まあ、ここに再エネなどと書いてありますが、後ほど見ていただきますように地域づくり施策も入れています。でこれは環境省さんの方で、提供されている、ツールでございまして、今環境省さんのツールと、リーサスの、ツール両方経済循環分析っていうのができるようになってきています。で次の28スライドからはそのリーサスのデータと環境省さんの、違いについて簡単に説明します。まあ、これ混乱しないようにということでございますが、まず29スライドの1番目にありますように環境省ツールと、リーサスとのデータについてというのがありますが、基本的にデータとしては全く同じです。ただ、ずれている時期があります。これは、経済循環分析用データっていうのは経済データの訴求改定とか都道府県データの公表でによってこう逐次こう更新されていくわけですが、この更新されていくタイミングが、リーサスと環境省ツールで違うので、そこで若干ずれが生じるときがあります。まあ、大きく変わることはほとんどないですが、まあ、変わるときが違っているときがあります。まあ、そういうことがで次に経済循環図の違いでございますが、これですね、一番の違いはこの分配面のその他所得の流出入の違いというところでございます。後で見ていただきますが、リーサスでは、分配面の所得が雇用者所得とその他所得に分かれています。でその他所得っていうのを民間と公共に分けているのが環境省さん、リーサスというのは分かれていないというところです。でその他所得の民間っていうのは先ほど申し上げましたように本社や親会社にですねお金が流出していくと、それからその他所得っていうのは補助金や交付金、その他所得公共ですねは補助金交付金などの財政移転が入ってくるというところです。それからあとの2つはエネルギーの話があります。まあ、これは環境省さんの方はエネルギーの話があるというところでございます。で具体的にどう違うかというと、ちょっと簡単に見ていただきますと、これが、リーサスの経済循環図です。で、この分配のとこですね、真ん中の分配を見ていただきますと、このその他所得の地域外への流出というのが853億円流出しています。ここですね。この853です。で、それは環境省さんのツールでいくと、まあ、こういうことになっていくんですが、その他所得が民間、この丸5っていうところ民間ですね、それからその他所得公共というところに分かれます。それと雇用者所得あります。ですのでこのその他所得が公共6620億円からその他所得の民間こっちですね丸5ですね、これを引き算すると853億円の流出になってくると。でちょっと前に戻りますが、この853億円の分配のところの流出っていうのがこの2つに分かれていくということになります。まあ、この2つによって今これ実は853億円流出ってなってましたが、リーサスの方で実は民間の方でお金が5767億円入ってきて公共の方で出ていくという構造になっています。それから例えばこれ福山市さんの場合ですけども、同じように、その他所得が1049億円流出していますとここにありますが、この内訳というのは1049
1049億円というのは、財政移転で1025億円入ってきますと。その分、本社などへですね、民間の方で2074億円出ていっていますということになります。でここは、ご案内の通り、大きな鉄工所があって、まあ、そういったところで出ていくことがあります。同様にこれは沖縄県の石垣ですけども、366億円流出って流入すいません失礼しました、ここ流入ですね。でそれが何かというと、民間でちょっと出ていくんですけども、公のお金ですね、財政移転、まあ、沖縄ならではですけども、そういったところで423億円入ってきているというところになります。ですのでBSASではネットでいくら、環境省さんの方では、その他所得が公共なのか民間なのかというところが出てくるというのが大きな違いです。で民間とか公共まで考える、民間公共の分けまで考えるのか考えないのかっていうところが大きな違いになってくるところです。まあ、そういったところが違いがあります。で次に、自動分析ツールの説明でございますが、まず、現状の自動分析ツールです。どういったことができるかと、で、先ほどのですね、公共で所得が出ていくという話がありましたが、これは支払っている税金と得ている、政府支出ですね、政府からのサービス。政府からのサービスというのは、国、都道府県、市町村、そういったことの、そういったことの政府サービス、受けているものと、払っているものの差額が所得が出ていくということになっていきます。流出入が、得ているものと払っているものの差額で、出しています。これが財政移転と言われるものでございまして、まあ、そういったことで出ていくというのがあります。でこのちょっと話戻りますが、自動分析ツールというのがありますが、これは現状を分析していくツールです。でソフトを立ち上げていただくと、これ地域を選択します。今でいくと関東地方、それから土浦、つくばというのが2つ入れることができます。まあこれ5つまでできますが、そして自分で土地県の名前をつけます。そうすると計算っていうボタンを押すと、自動的にパワーポイントが、こういったものが出てできてきます。で、この流出入の額と流出入の矢印が出てきて、まあ、順位とかそういったものも出てきます。稼ぐ力の順位と、生産性の順位です。稼ぐ、所得の順位が出てきます。で、この丸数字がありますが、この丸数字のところで、次のスライドで解説がされていきます。丸数字1、八王子市では 2.1 兆円の付加価値を稼いでいますと。でそれから丸2でダーッとあって、この日本語が自動的に入ってきます。つまり、ほとんど自分の手は動かさずにパワーポイントの資料がその都市圏もしくは市町村でできてくるということになります。この地域のここに書いてありますよ、地域の特徴は全て自動的に文章が作成されると。でご自身で、編集していただくことももちろん可能です。でその後このパワーポイントがそれぞれできてきます、それぞれできてきてくる4枚これ貼っているんですけど、まあ、これは使っていただくと分かると思うんですが、このクリーム色のところっていうのは自動的に文章が入って、その地域の分析結果が入ってきます、自動的に。でこれも、ご自身で分析した後、加えていただくことももちろん可能ですが、自動的にここまでは入ってきます。でこの地域の産業の取引構造図とかですね、ここの右上にあるような取引構造図、それから、産業が、核になる産業がどれなのかという分析、そういったことまで、こういった図表も全部自動的に出てきます。で、まあそういうのがダーッと出てきて、基本的な分析ができるようになっています。ですので、
これは手引き書とかも、ウェブ上にありますので、それを見ていただければ分かるかなというところがあります。で次に波及効果の分析ツール。今日はこれをちょっと見ていただきたいところでございますが、これから今まで地域経済の効果の、波及効果までの計測というのはなかなかしづらいものがありましたと。で、それを、できるようにしました。で、メニューとしては、この45スライドですね。ここにありますように45スライド。ちょっとこれ、一旦立ち上げるとこういう画面になるんですけども、46スライドですね。で、左側の再生可能エネルギーをやった場合の施策。これが左側ですね。太陽光を入れた場合、風力発電を入れた場合、小水力を入れた場合っていうのがあります。まあ、こういったことをやる場合の経済波及効果。それから右側が空き家対策、高齢者の健康増進、それから少子化対策、それから観光、設備投資、ボイラー、公共事業、生きがいへの販路開拓ですね。8番です。8番が生きがいへの販路開拓。それから9番で域内の調達の増加。まあ、これクラスターということですね。それから中心市街地活性化。それから企業誘致。まあ、こういったメニューがあります。で、これどちらもですね、その都道府県、それから市町村を選んでいただきます。ですので、ここに46スライドに出ている施策というのは、全国のどの市町村でも、どなたでも分析が、経済効果ができるということになります。で、この経済効果の特徴なんですけども、ここに、まず再エネからちょっと簡単に見て、再エネはちょっと簡単に見ていただきますが、事業効果の計測の事業スキームによる効果の違いと。要するに同じ再エネ事業、同じ観光事業をやるとしても、事業の作り方によって全然効果っていうのは変わってきますということを言っています。で、再生可能エネルギーを簡単に見ていただくと、まずこの木質バイオマスっていうのを設定します。ここでですね、この画面で。これ岩手県久慈市っていうところで設定しますが、で、木質バイオマスで5メガの発電所を作ります。で、事業計画を作るときですが、事業計画を作りますというのを押すと、この画面になります。そうすると、まず事業計画がどうなっていますかということをここであります。この丸1ですね。事業計画の内容の設定。事業計画、PL ですね。そういう計算書の段階のことを書きます。そうしたときに、外への発注額っていうのの地域の域内調達割合っていうのをここで入れ込みます。これが事業スキームです。事業スキームとして域内調達の割合、それから ③ としてその企業の出資の割合、それから地域内の雇用の割合、地域内で働いている人を採用するということですね。それから電力の販売スキームっていうのがあります。まあ、こういったことを決めていくということになります。主にこの丸2、域内調達の割合、それから出資の割合、雇用の割合っていうのを決めていくと。で、そうすると、ちょっと、飛びますが、バイオマス発電所って、これを計算ボタンを押すと、まあ、こういった、またパワーポイントが できてきます。で、これが、この画面が出てくるんですが、56スライドですね。で、まず 9.1 億円、丸1で 9.1 億円の、売上があります。この売上が地域にどれだけ貢献していきますかという話があります。で、これ最終的には、この地域に落ちるお金は一番、右上の12というところがありますが、8.18 億円地域で落ちていきますというのがあります。で、これは何かというと、9.1 億円の売上で、一旦地域に発注されるのが 4.5 億円、丸2のところ 4.5 億円。4.5 億円から地域に波及するのが 5.22 億円。
地域に波及しましたと。で、この波及した 5.22 億円が地域の住民の方に落ちるのが 4.99 億円。これ住民の方に落ちたお金ってことですね。で、住民の方に落ちたお金が今度消費されます。二次波及効果っていうやつですね。そうすると 4.99 億円のうち地域の外で消費されるのが 2.13 億円。で、地域の中で消費されるのが 2.86 億円。そうするとまた波及をしていくことになりまして、合計で 8.18 億円。この丸6と丸11を足すと 8.18 億円ということになってきます。で、このように地域のその事業をやった時の事業スキームによって大きく変わっていきます。その構造を見ていただきますが、ちょっと飛びます。66スライドでございます。で、これは木質バイオマスで、一番4ケースあります。地域の企業で全て展開した場合、これ、域内での木材調達が 100%、域内、木材以外が 100%、地域の出資が 100%、地域内雇用が 100%、こういった事業スキームです。2番目は、木材は地域ではなくて、それ以外が地域でやりますと。それから、地域内の出資と雇用が地域でやりますというのが3つ目ですね。で、雇用だけが地域でやる場合っていうのがあります。そうすると、何が起こってくるかというと、まあ、ここに68スライドにあるんですが、売上が先ほど申し上げましたように、ここに書いてあるように、9.1 億円あります。で、地域で、すべてやった場合には、19.4 億円の効果になりますと。9.1 億円の売上が19.4億円の効果になっていくと。で、木材以外を地域でやった場合は 9.5 億円。これでも売上に対して、年間でもっと上回ってくると。そして、この 9.1 億円の売上が、出資と雇用だけが地域の場合には 7.3 億円。雇用だけだと 1.1 億円しかない。ということになってきます。まあ、このように事業スキームの作り方によって地域に落ちるお金というのは一気に変わってくると。ですので地方創生といったときにそのメニューだけを考えるのではなくてそのメニューの中身ですね。事業スキームによって全く変わってくるというところがございます。で、もう一つ地域づくり政策として観光の効果っていうのを見ていきます。で、この観光の効果というのは70スライドにありますが、ここでも同じようにこれ地域づくり政策というところを選択していただいて、まあ、これ市町村を選びますと。そうするとここで観光を押しましたと。で、観光を押して、観光のメニューをこれから考えますと。で、施策などの設定というのを入れていきますと。で、このボタンを押すと、次のスライドに行きます。で、これは、観光の事業っていうのをどのくらいにしますかということでございますが、まず1番目として、施策の事業規模の設定。で、これは今2000人というふうに入れて、観光客が増えるのが2000人というふうに入れています。で、その観光客が、日帰り客と宿泊客で、何をどの程度、いくら消費するか、単価ですね、っていうのをここで設定します。丸2のところですね。観光客の消費支出の設定。で、ここではまず米、野菜、肉などの農産品、畜産品、お土産品ですね。これ加工品は除くものです。それから次は、水産品ですね。それから、次が加工品など。それからキーホルダーなど。それから飲食、宿泊。それから温泉とか娯楽っていうのがあります。まあ、そういったところで大体単価どのくらい、消費するんですかっていうのが日帰り客と宿泊客で分かれますと。で、その時に、例えばこのキーホルダーの場合、地域で作っているのが何パーセントですかというと、
これは今 27% というふうに設定しました。で、まあ、それぞれ米であれば、農産品であれば、ここは 70% ぐらいは地域で作っているもの。それから水産品であれば 98%、99%、まあ、このくらいを地域で作りますということを言っています。ですから、このキーホルダーとかっていうのは 27% でかなり低いですね。加工品もそうですけども。で、それから3番目として観光客のうち宿泊の割合ですね。宿泊、この2000人のうちの宿泊客の割合っていうのをここで入れていきます。で、このポイントはこの域内調達率ですね。丸2の、丸3なんですけど、この域内調達率の設定。これが観光事業として大きなポイントになります。2000人来てもらっても、単価が安くて、域内調達割合が低ければ、外に漏れるばっかりだというところになります。で、それをやっていくと、これも観光のところでやると、観光のこの PDF が全部で、観光の結果が出てきます。で、出てきて、先ほどの循環図のようなものが出てきます。74スライドですね。で、2000人が増えると、ここにありますように、丸1で13億円の観光消費になります。で、先ほどの単価と域内調達率をやると、まあ、13億円になってきて、で、それで外に発注するので、地域に一旦落ちるお金が 7.8 億円。で、7.8 億円からまた波及をしていくのを見ていきますと。で、波及して、最終的に、ここの市民に帰着するお金っていうのが、この12番のように 15.96 億円というふうになります。ですので、観光消費で13億円地域に落ちた瞬間に、地域の住民の方に落ちていくお金っていうのが 15.96 億円ということになってきます。まあ、これが大きな、効果になっていくわけですけど、これは観光業の事業スキームによって、先ほど申し上げましたように大きく変わっていきます。で、ちょっとここ見ていただきますと、76スライドで、同じ経済効果をやるときに、この域内調達率の設定っていうのをちょっと変えてみますと。で、これ一律にしちゃうってことなんですけど、域内調達率を 20%、それから 60%、100%、3つのケースで、経済効果をやってみましょう。で、観光消費13億円のうち、どの程度地域に帰着するかということを考えてみます。そうすると、ちょっとここになりますが、78スライドです。売上額が13億円と。この13億円に対して、まあ、ここはあまりありえないんですけど、調達率。地域で全部作ると。何もかも地域で作って、それを観光客に提供しますと。いうことをしていくと、29.3億円の効果になります。それから、調達率6割、全体で6割ぐらいの地域で、地域の調達にしますと。だから地域で作る分っていうのが 60%。そうすると、17億円ぐらいの効果。そして、一番下の、20% の場合ですね。域内調達が 20% の場合。域内調達が 20% の場合には、5.8 億円。ですので、地域で、ほとんどやってない場合ですね。ほとんど他の地域で作ったものからやっていくと、このくらいしか、効果が得られないと。まあ、45% ですね。13億円に対して 5.86 億円というふうになっていくというところでございます。で、これは13スライドでございますが、この観光客で、この循環構造のところで、13スライドの右下ですね。観光客が、観光消費でお金をしましたと。落としましたと。落としたところですぐこの支出が外に出ていってしまうと。
外のものを買ったりすると、ここですね、お土産品を外で買ったことによって外に出て行ってしまうと。ですので観光客が来ても来ても外に漏れる構造になっていくと。でこれは地域の外で作られたものっていうのをどんどん売っていくということで、出て行ってしまうということになっていきます。まあ、こういった構造に、となっていくわけです。で、まあ、こういったことが地域経済の効果を見ていくときに重要になっていくというところでございます。まあ、こういったところを、配慮していただきながら事業スキームを考えていただくと、まあ、そういったことで地域経済の循環構造を構築していくことができると。ですのであくまで施策のメニューというのはいろいろありますと。ただどの施策をやるにしても地域にお金が落ちる事業スキームを考えていかなければいけないというところでございます。私からは以上でございます。ありがとうございました。